大阪書籍本社大阪書籍株式会社は、かつて大阪市東成区にあった出版社。主に小中学校向けの教科書や教材を取り扱っていた。略称は対書発行者、番号3。この他に商業印刷事業にも対応した印刷工場を保有していたが、2008年2月に商業印刷事業を大阪書籍印刷へ。 会社分割した。2008年度の全国における教科書採択数は約285万部。1909年創業。当時の文部省から国定教科書の本国を発行許可された。1923年、関東大震災の影響で出版事業が麻痺した関東方面の教科書の配給に際しては一択印刷を行っている。その後、 足原にあった工場が手狭になったことからつもりに工場を移転するも、空襲や1950年のジェーン台風の影響による被災を経験する。戦後に入ってからは、教科書だけでなく一般用の書籍も扱うようになった。経営破綻直前時の本社建物は、大阪市の都市計画に沿って1977年に移転、新築された。 なお、同社のメインバンクは幸福銀行が1999年に経営破綻するまで、これにあたり、対一商店とも資本関係があった。幸福銀行の破綻後は、商工中金、中小企業金融公庫等の公的融資にて対応した模様である。2008年4月10日、大西和義社長が副業として言っていた、不動産事業によって多額の資金が流出したため、 大阪地方裁判所に民事再生法の適用を申請した。負債総額は66億円。この民事再生法の申請にあたり、同社は体制社長を解任し、背任行為にあたるとして刑事告訴を検討した。その後、同年9月10日には、出版社アムアソシエーツが出資する新会社に称号と、教科書事業を約3億2000万円で、 譲渡するなどの再建計画を進めていたが、譲渡額の支払いなどをめぐり、アムアソシエイツとの交渉が行き詰まり、また従業員に対する給与の未払いが発生するなどしたため再建計画は破綻した。同年12月15日、日本文教出版に教科書の判件を譲渡することを決定し、2009年1月21日付で同社が正式に、 大阪書籍の教科書の判権譲渡と継続発行を発表した。なお、教科書、指導書、学3書を除く一般図書は、水田市に本社を置く合同会社メディアイランドが継承している。ありがとうございます。